ジミーさん。はい。あ、おなんか、ジミーさん。ジミーさん、暗い。あ、明るい。大丈夫。明るい、大丈夫、大丈夫。ジミーさんの家、電気来てないのかと思いましたよ。そう。いやいやいや。あれ、あ、消えた。あ、あら、あ、あれ消えた。あ、ちょっと待って。あ、あ、あ、だい、だい。はいはいはい、出て、出た、出た。ジミーさん、最後まで見てました？あのね。ええ。会員になろうとしたらね、なんか。え、何会員になろうとしたらどうなった？カード通らないね、2枚とも別にちゃんと外国から使えるはずなのに。あ、カードが通らない。外国だと通らないみたいですよ、ジミーさん。ああ、それは残念でした。多分ですね。コメント全部読めた。あ、コメント読んだ。コメント読んだ。コメントだけじゃ最後に見てくれたんですね。ずっと見てた。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。お金払わずにコメントだけはちゃんと見てたと。あ、そう見れるんですね、コメント。コメントは見れるんです。そうですか。まあ、コメント見ていただければどういうリアクションだったか把握できたと思うんですけども。まあ、まあ、いや、よかったね。いや、よかったね。いや、ジミーさん、今日、何が良かったかって言ったら、やっぱジミーさんの歌ですよ。青コーナー。はい。次歌手を目指すって。いや、で、ジミーさん、それで、次の大会は、ニコプロとかで中継するときに、著作権の都合で無音にならないように、すべてのテーマ入場曲をジミーさんが歌ったらどうかという案が出たんですよ。無理ですか？歌いたいんじゃないですか、ジミーさん。歌いたいでしょ。そんな歌える歌もあるや、歌えない歌もあるや。いや、そこはほら、歌えない歌は違う曲に差し替えるんですよ、だから。ジミーさんが歌える歌に変えますよ。そう。だから、はい、うん。じゃあ、俺の持ち歌だけで大会が進むじゃん。あ、いいっすよ、それでいいっすよ、それでいいっすよ。永瀬館長の入場曲、ジミーさんの持ち歌でいいですよ。あ、ちなみに持ち歌なんですか、一番のお箱は。お箱は。じゃあサバイバル飛びた東京音頭でいいですよ。ジミーさん、永瀬館長じゃないですか。永瀬館長かな。あとトリプル H のザ・ゲームとかをアカペラで歌ってくださいよ。そんなのできないよ。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あの口笛でもいいみたいでしょ。そう、口笛でもいいんで、口笛でも全部エルビスの歌になっちゃうよ。あ、いいっすよ、エルビスですよ。いいじゃないですか、エルビスの歌歌ってくださいよ。で、エルビスの歌で誰にしようか。ね、誰がユイガとかが、ユイガとかがエルビスの歌で出る。そう、ユイガとかがエルビスの歌で入場してくるんですよ。いや、ユイガはやわらだよ。あの、ミソライバリの。ミソライバリのね。さっきやわらちゃんとユイガの対決が見たいっていう。そう、リクエストが、はい。数多くの視聴者がやわらちゃん対ユイガの同期対決を見たいという TCW で実現してもらえないかという声が上がったんですけど、そら、とんでもないからなんじゃないの。とんでもないことやるのが TCW じゃないですか。そうですよね。いや、ジミーさんならできるんじゃないですかね、今までね、不可能を可能にしてきましたから。ええ、はい。何、番組まだやってんの。まだやってますよ、やってますよ。これ、ジミーさんの声、世界中に配信されてますよ。配信されてます。ギャラは出ないけど。はい、ギャラ出ません。でもジミーさん出ます、出てます。なんか不気味だ、不敵な意味を、不敵な意味を浮かべてます、ね、え？え？何？次、歌手、シンガポールの歌手を呼ぶ。あ、シンガポールの歌手を呼ぶ。シンガポールの歌手呼ぶギャラがあったらやわらちゃん呼んでくださいよ。その通りだ。どっちを見たいと思ってんすか、日本のプロレスファンは。いや、個人的な趣味でやってるわけだ、俺の。なるほど。まあ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 。で、そのシンガポールの歌手っていうのはどんな方なんですか？うん、カンタラが知ってるよ。あ、まあよく知ってますけど、これ放送していいんですかね、ジミーさん。どういう関係なんですか、ジミーさんとは。深い関係です。深い関係。深い感のある関係の。深い関係って。うん。不快な関係なんですか？いやいやいや、まあまあ、だけど実際僕も歌を聴いてみてすごく上手い方なんで、上手い方なんですね。シンガポールの歌姫と言っても過言ではない。今僕の頭の中で浮かんだことそのまま言いましたね。はい、はいはい、はい、もう、はい、歌上手かったです。シンガポールの歌姫を呼んでくれるんですね、今度。そう。あ、そうって言葉が返ってくるのやばい時間だ。ジミーさん、次回大会の日本好きらしくて、だから、うん、日本が好き、日本が好きなんだって。へえ。で、それでジミーさん、うん、再三関係なく日本遊びに行く感覚できてくれるわ。そう
遊びに行く感覚呼んでいいのかよそんな人できればニコプロのゲストでもその歌の方来てほしいですけど、ね、それはいい考え、はい、うん、ニコプロにその方出てもらえないですかね。ジミーさんももちろん一緒に。ミュージシャンにとってプロモーションって大事ですからね。大事大事、はい、出てもらえないですかね、まあ、あのタイミング合えば。タイミング、ジミーさんタイミングって合うもんじゃなくて合わせるもんですよ、タイミングは。そうそうそう、と言いつつね、ケンさん遅刻してきましたけど、ね、ちょっと楽しみしてますんで、お願いします。まあ、それはよろしくお願いします。あと、次回大会の見どころとか、ちょっと見てる方に宣伝してもらっていいですかね。はい、次回大会の見どころからしたら、やっぱ、スワマがさ、要するに全日本の伝統をぶち破って、破るとは言ってないけどな。ええ。いや、でかいですよ。でかいでかい。今、日本のプロレス業界、その話題で一色ですもん。はい、そうです。G1 クライマックスの最中なのに。ええ、真面目な話、全日本系でそういう格闘技と絡んだ人っていないじゃないですか。いないですね。いや、馬場さんが。馬場さんがナジャライアンとやって以来ですよ。そうそうそう、いや、本当そうですね。あ、そうだね。ええ、うん、あるいは長州さんがトム・マギーとやって以来ですよ。そうですね。その通りですよ。いいこと言いますね。その通りですよ。すごい。しかも、内田昇選手もね、イグナショフに勝ってますからね。ラジャライオンがなんちゃってみたいな言い方してるな。ラジャライオンはなんちゃってじゃないですか。ラジャライオン。いやいや、今のはいいですよ。世に流さないですから。でも、ラジャライオン呼んでくれって声もあるんですよ。TCW っぽいじゃないですか。ラジャライオン呼べないですか、ジミーさん。ラジャライオン。いや、そこなんとかしてくださいよ。僕ら見たいですよ、ラジャライオン。見たいですよ、ジミーさん。ラジャライオンとかトムマギとか、でもさ、うん、猪木さんなんてちょっとやばいのあったよね、いっぱいね。いや、猪木さんの話はこの際いいんで、猪木さんの話はこの際いいんで、はい、アーティストの絵とかそういう話はいいんで。マーシャルボーグって言ったな、マーシャルボーグは全日本ですね。うん、マーシャルボーグ読めないですか。マーシャルボーグなんて、ええ、そこをなんとか、マーシャルボーグジュニアとかいないですかね。あ、受けた。一般人受けた。笑ってます、ね。僕の言ったことがジミーさんに受けた。よかった、嬉しい。しかもね、ミシガンにいるジミーさんに。マーシャルボーグって竹内さんの名前つけたんじゃない。へー、知らなかったです。本名じゃなかったんですね。いや、本名じゃないよ。あ、また受けた。僕の言ってることがジミーさんに受けた。嬉しいな。へー。じゃあ、その場にいたもん。その場にいたんだ。なんでいたんだろう。その場でつけたんです。じゃあ誰かああいう体験の人呼んで、エルイホデルマーシャルボーグとかっていうリングネームでやらせりゃいいじゃないですか。あ、また受けた。受けてますね。さっきから受けまくりだな。俺こんなにジミーさんに受けると思わなかったわ。あとジミーさん、ちょっと宣伝どんどんしてください。はい、他には他のカードで見どころは。いや、男対女今度さ。またここで。よっぽど気に入ったんですね、男対女ね。よっぽどですね、はい。あれさ、今回は、はい、急所攻撃もありっていうさ、普通に金蹴り。金蹴りね。金蹴り。うん、はい。いや、こんなところで言っちゃっていいの。いや、いいっす、いいっす。金蹴りでも、マン蹴りでも、何でも言ってください。はい。金蹴り、受けてますよ。うんうんうん、女子は反則 OK でしたね、前回は。かじってもいいって書いてよ、俺。かじってもいいって。かじってもいい。まあ、大体あんまりかじりたがらないですからね。あ、一人かじりたがる人、一人だけいます。今回どういうルールになるんですか。いや、でもさ、本当、金星揃ったのよ。そういう、金星とか、そういう、こう、一般にはわからない言い方やめましょうよ、金星とか。いや、美形が。美形ね。はい、美形。はい。美形が揃った、はい。誰が一番、うん、はいはい。ミラシュミットとかフランスから来るのがものすごい綺麗な子だよね。あ、めほら、ミラです、はいはい、ミラシュミットです。はい、その子が綺麗。めちゃくちゃ美人だよ。え、そんな美人、うん。ジミーさん、会ったことあるんですか。会ったことあるんですか。ないない、写真。え、ちょっと会ったことないのにどうやって発掘したんですか、ジミーさん。売り込み。SNS ですよね。毎日売り込みあるよ、俺のとこいろんな人から。すごいですね。 TCW に出たいって言って、出たいって言ってね。それ
目に留まったんですよ、珍しく。もう普段はもう目もくれないジミーさんが、その選手だけは 目が止まったと。そう。はあ。どれほどの実力なんですかね。アマレス9年やってたんで。アマレスを9年やってた。ほう。お、じゃあ、うん。全フランス選手権で銀メダル。あ、すごいじゃないですか。すごいね。え、すごい実力ですね。フランス全土で2番目に強いっていうことですよね。そうそう、その大会の時点ではね。へえ。そんな実力者がやってくると今度。そう、それで、最初権利って言葉はバチッと当てはまるみたいな。最初権利、バチッとは。バチッと、まあまあまあ、でも当てはまってます。当てはまってる。すごい、検索してもらえれば分かるけど、すごい美人です。はい、で、その美人さんはどういうカードで出場するんですか。どういうカードで、男対女に入るの。そんな美人さん呼んでおきながら男子と絡まされるんですか。そう。あ、男子側の選手は。もうさっきと同じですよ変わんないじゃないですか、今日放送したやつと。だってあれ面白かったもん。面白かった、ね、まあ面白かったですよね。木原さんをそんな美人と絡ませるんですか、うん、それ木原さんが喜ぶだけじゃないですか。危ないな。いや、木原がみんなブスだって言い張って、うん、自分の専用ディーバー連れてくるって言ってるよ。すごい可愛い18歳を連れてくるらしいです。18歳木原さんが。え、それ誰だかまだわからない。わかんないですよ。でも本物の美少女を連れてくる。見たけど写真。ええ、はい、どんな方でした？公表してないけど。どんな人でした？可愛いんじゃない？可愛い。可愛い。可愛いんじゃない？可愛いんじゃない？長州さんみたいでした。あ、だネタじゃないってことですよね。あ、ちゃんとした女性ですか？ちゃんとした女性。ギャラ払いしてるよでも。うんうん。ギャラ払いって言ってた。え、じゃあその女性が男子側のまあセコンドかなんかにつくっていう感じですかね？専属。専属ってのがよくわかんない。まあ木原さんをサポートするんですよ。専属ってのがよくわかんないんだけどな。でもちょっと期待したいですよ。はいはいはい、わかりました。今初めて知りました。はい、なるほど。で、木原さんとあと誰の？木原さんとあと佐野直志選手ですよね。はい、あとサバイバル飛田選手。さっき出た方たち。あと2回やるようなことそれ。え、あ、そう、佐藤光選手が出るんですよ。光ここが出るの。そうです。お、佐藤光選手が男だよ、はい、女のあの中に入ってきて全員嫁に行けなくしてやるって宣言しよう。あ、じゃあ光選手はスペシャリストですからね、そっち方面の。そうです、そうです、はい、佐藤光選手がどういう性癖だか知ってます、ジミーさん。なんか格闘技系の人なんでしょ。いや、違う、そっちじゃない、性癖、まあ、変態団やってたぐらい。どういう性癖かご存知ですか、光選手が。お、知らん。知らない、もう投げっぱなし、うん。ああ、木原が連れてきたんだ。あ、木原さんが連れてきたのね、光のことをね。いや、素晴らしいですよ。全日本プロレスでメインを取った選手ですよ。そうですよね。いや、それが乗り込んでくると、はい、男対女に。そうですよ。男対女。赤天狗モデル、赤天狗。あ、それはね、誰も知らないんで一応補足しておくと、僕の友達のアニメーターの社長です。はい、あ、今日も出てた。はい、そうです。そうです。あ、出てましたね、永瀬館長と組んでました。出て、もう忘れた。あ、いやだけど実際キックボクシングの経歴が、はいはいはい、かなり輝かしい経歴持ってるアニメーターの社長なんですよ。はい、その赤天狗さんに期待されてると、ジミーさんも。それはチケットを売ってくれるんで。いや、すごいよ、なんかもうそういうの明け付けに。すごい。どのあたりが。あとは、うん、誰だっけ僕に聞かないでくださいよ。ブライアンですね。ブライアンアイドルじゃないですよ。ダニエル・ブライアン。いや、石坂ブライアン。石坂ブライアンか、そっか。元総合学院の。そうです、そうです。石坂ブライアンが出ると、はいはい、あ、そうだ、ジミーさん、はい、内田さんが何でしたっけ、はい、コミッショナーになるっていうのは、あれは正式決定なんですね。正式決定だよ、電話で話してて、ビッチ決まった。なんか内田さんはツイッター上でえっていう感じだったんですけども、発表された時。あれは照れてんですね、あれはね。ウッチーも照れる時があると。まあまあ、恥ずかしがり屋さんなんでしょうかね。おー、うん、前、なんていうか、DSW の時もね、なんかやってましたよね。会場にはずっと、ね、いていただいて、はい、具体的に内田さんはその TC… 解禁症じゃないの、うん、そうですね。解禁症多いな、TCW は。具体的にどういうことをやっていただくんですか、内田さんには。いや、コミッショナーとして、要するにある意味俺らの顔になってもらうと。
俺らの顔、おコミッショナーとしてね、TCW の顔になってもらうと、うん、君さんの相談役ある意味いらない、うん、相談するんですね内田さんに。相談、いやそれであの揉めた時とかやっぱりなんだろうな、何揉めるの前提、何を揉めた、揉めるの前提なんですねこの団体は。え、何に揉めた場合ですかね。いや試合のあ、乱闘とかなってね、収拾がつかなくなった時に、あーなるほどなるほどなるほど、じゃあ揉めたって、あ泥沼になった時はもうコミッショナー裁定で、あの、そうそう、勝敗が決まると。さっき見たほらガンダラさんが失神しちゃったりとかした時に、ああいう時は内田さんが出てくると出番ですね、内田裁定が、あ、いいですね、見られると、まあ、もしくはね、この試合が殺し合いじゃないんだって止められちゃう可能性も、そうそうそう、打ち出すストップ、ね、ストップがあるかもしれない。じゃこれから TCW の大会には毎回試合続行かどうか、はい、あなたが言うんじゃなくて、さっきあのジミーさん止めろって言ってましたよね試合止めろ止めろってジミーさん言ってましたけど、涙出てきて俺、はい、じゃあ内田さんずっと大会に来るっていうことですね。あ、今回少なくとも来ますよ、やめなければ、やめなければいやいや、そこはやめないように持っていかないと、やっぱりちゃんとしたお金を払って、ジミーさん大丈夫ですよね。いや、だ相手が金持ってるから金払わなくていいっていう論理は成り立たないですよ。相手が自分より金持ってたら金払わなくていい。いやすごいですねこのトーク、試合より長いですよこれいやだってこっちの方が面白いもん。面白い。え？もう一回。だってもともと武藤の谷町だった人。いやそんなことはみんな知ってるそんなことはみんな知ってるんですけども、けど一応ほらコミッショナーを依頼するんだから、一応その絵なりのギャラは払わなきゃいけないですよね、ジミーさん。あ？あれ成功報酬。成功報酬。どういう形が成功になるんですか、ジミーさん。いや谷町引っ張ってきてくれればいいんだ。そこか、そっちか。そこか。結局そこかよ。結局そこかよ。いや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 、だから協力ですよ。まあ、はい、そういう意味では内田さん協力ですから。はい、まあでも TCW の全てをこの、うん、今日見ていただいている方にお伝えてきたと思うので、やべ鼻で。ちょっとね。いやいや、ジミーさんさすが、素晴らしい。もう。谷町先生、わかりました。今まで一番声を大にして谷町って言いましたね。谷町とジミーさん、谷町と美女レスラーどっちが好きですか？そこ迷うとこなんだ。迷って迷うとこなんです、そこ。まあいいや、はい、でジミーさん、後楽園を目指すということでございまして、あ、前回の大会で言ってたんですよ最後、はい、どうでしょう、後楽園行けそうですかね。谷町に逃げられたとか散々書かれたやん、今さっきのコメント欄でそんなこと書かれたんですか。え、誰がそんなこと書いたんですか。誰がそんなこと言うんですかね。そんなこと言う人間一人もいないですよ、番組上は。憶測ですよね、ファンの方の。そう、ジミーさん、憶測が流れるもんですよ、このネット社会は。気にしちゃダメです。気にしちゃダメですよ。いや、だけど、着々とそっちの方に向かっております。おー着々と向かってると、それはすごいですね。え、だからそれ、総武線乗って水道橋向かってるだけじゃないですよね。あ、そうか、距離的な問題。違う、うん、ちゃんと実現に向けて。それケンさんじゃないですか。それ僕ですよ、それ。はい。あ、じゃあ可能だということですね。ただ今度の新宿フェイスこけたらちょっとまた遠のくな。ああ、もうこれはぜひチケット買ってもらわないとダメですね。これは後楽園を見た人はもう、はい、女房を死に入れてでも新宿フェイスに来いと。そうですね、さっき4300人いたんですよ、今250人まで見てる人減っちゃったんですけど、うん、4300人から250人に減っちゃったんで、まあだけどこの250人の人が全員買えばあと150枚ぐらいで満員です。満員ですよ、はい。なんでガチの数字言ってんの、まあ、ガチの数字って何言ってんだろうな。いや僕らはもう全てね、ガチンコですよ、うん、だからじゃあ新宿フェイスが前になれば後楽園実現に大きく前進ですね、ジミーさん。ということは、うん、採算的にだからそっちに回すお金、会場に回す
はい、お金っていうのは上がってくるでしょ。はい、ほう、あ、なるほどね。 そしたらゴーサインですよ。おお、ぜひそのお金をねプールしていただいて、はい、無駄遣いをせずはい、はい、まあそうですね、何かしらのこう会社名義じゃないと取れないですよね。またうちの会社ですそういう時こそ内田さんの会社を利用する。あ、そうですよ。ええ、はい、空いてなかったりするんだよね。いやけど365日ど、うん、だけど、うん、365日そこも空いてないかっつったら、例えばさ、はい、はい、うん、集客苦戦するんだよね、火曜日だとか。まあ平日はそうなりますね、うん、いや平日じゃなくて日月休みの次の日とか。ああ、なるほど。いや、うん、けどここはジミンさん、うん、そういうのは大体空いてくるんだけど、うん、観客苦戦したんじゃ、だけどあのキャパは埋めらんなくなるからね。いやーけどここは観客数よりもやっぱやることに意義があるんじゃないでしょうか、ジミンさん。どうでしょう、後楽園をやるという。ここは堅実ですね。まあ堅実なんですよね。ここは堅実ですね。じゃあ巨大スポンサー、あのメガネスーパーみたいなスポンサーがつけば後楽園でできるってことですね。いや、メガネスーパーみたいなのついてくれたら両国でできるじゃん。なんで両国行こうとさ、ね、最初は後楽園だろ。すごい、なんでいきなり両国に行こうとするんだよ。やっぱりスケールがね違いますよね。金が入れないや、目の色が変わって両国に行くという。じゃあジミーさん、あのマジソンスクエアガーデンで。いや、佐野やりましたよ、佐野やりましたよ。ええ、佐野だって俺両国できたら、なんで俺ができないんだ。おお、こんなこと言ってますよ。お、佐野ができて俺にできないことはないと言ってますよ。すごいですね。いや、ジミーさんのおっしゃる通りですよ。佐野がなんぼのもんですよ。そうですね。何年戦士だと思ってんすよ。でも、水商売も儲かってるから。なんだか、なんか評価してんだかなんだかわからんね、これね。まあ、だけどあの今回のね、あの TCW の9月大会成功させて、はい、後楽園ホールに弾みをつけようじゃないですか。そうですよ。そういうことなんです。そうです。はい、ニコプロ視聴者みんな行きますよ。うん、みんな来てくれると思います。この来てくれ、ジミーさん、最後に視聴されている253人の方たちにメッセージお願いします、うん、メッセージお願いします。メッセージしょっぱいな。じゃあもし何だったら青コーナー歌ってください。青コーナー、サビだけでいいです。サビだけ青コーナー歌ってください。あかんダメですよ、ここは生放送だから。生放送だから、何か言ってください、何か言ってください。何か言ってんの。いやいや、じゃあいいよ、さーてーそろそろ、はい、青コーナー僕らもね、青コーナー頑張りますんで、頑張りますよ、ね、はい、ぜひ皆さんご覧の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジミーさん、ミシガンからありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、とっとと切ってください。はい、僕にもギャラください。はい、はい、絶対試合より面白かったじゃないですか、はい、試合2試合分ぐらいやこれは見てる人って怒らないんですか、ね、いやいや、こういうのを皆さん好みますので、そうですか、はい、見たくなければ、はい、切っていただいて大丈夫ですからね、はいはい、いやもう、明けすけもいいとこですね。いやいや、もうだから何ガチな数字言ってんの。そう、隠し事がない、この人はなんか、あれだな、もうある意味正直ですね。テロですよ、テロですよ、本当に、まあでも隠し事なんかいらないんですよ。いらないです。僕らのやってるガチンコのこのねTCW ってもう次で終わるかもしれないプロモーションですよ。はい、もうあの元全日本の社長の白石さんが目指していたものがここにあると。あります。はい。だから皆さんチケット買ってあげてください。いや本当だね。今もジミー鈴木さんってね、毎月8万円の返済やってるらしいんですよ。過去の損失ね。どこに返済してるんですかこれ。いや、だから借りたところに。おお、まあ。それだけ真面目な方なんですね。てか貸してくれる人がいるってことですね。じゃあ、ね、まあいるわけですよね。まあ金融機関だと思うんですけども。はい。まあでも次で黒字にして、はい、またドーンと返して、後楽園ホール大会でまたさらにドーンと両国に行って、でマジソンスクエアガーデン
いや、しかし、さっきメガネスーパーでのスポンサー聞いたら、はい、両国でやるってのはびっくりしたね。やっぱりあのスポンサー次第なんでしょうね。なんかもう、はい、ちょっと金が入るとこうなんか車とか買っちゃう、あの前女時代の松永一家みたいなもんだね。清水さんってあの、金がないない言いながらも、いつもスイートルーム泊まったり、あのファーストクラスで来日したり、なんかね、それが無駄なんじゃないかなって思うんですけど、だそういうところを抑えれば後楽園いけますよね。うん、そうなんですけど、なんか清水さんのこだわりがあるらしいんですよ。なんか いかにもプールしてくださいよって、なんかプールしたくないような言い方したじゃないですか、さっき。なんかそんな感じしてましたよね。ねえ、してましたよね、うん。なんかこう入ったらすぐ使っちゃうような感じだから。まあ、だけど、ジミーさんの個人資産でやってる、俺が好きでやって何が悪いんだ、うん、好きなことやって何が悪いんだっていうのは、これはもう、鬼たちみたいな。鬼田さんみたいな。鬼たちみたいなこと言ってますね。あの通じる、なんかね。好きなこと言って何が悪いんじゃん。あるのかなというふうに思いますけど。いやいやけど、はい、ここは一旦その好きなことを置いといて、はい、みんなの、あの、TCW メニアのために、コラケを抑え、はいましょうよね。そうですね、まあ、あの面白いと思いますよ、後楽園ホール大会となると、はい、またあの隠し玉いっぱいジミーさんも出してくるでしょうし。そうですよね、無駄に隠し玉出してくるでしょうね。いやいや、いっぱい隠し玉ある方ですからね。でこれ後楽園開催なんて歌っちゃったら、うん、はい、またフェイスブックに殺到しますよね、これね。殺到します、殺到します、でまたそこでミスコンテストをやるとか言い始めてあの大炎上して、谷町がいなくなっちゃうどこの誰か、どこの国だか分かんない、はい、ジンバブエ共和国とかそういうところから歌手連れてきますか、歌手が連れてきたりとかあるから、はい、いやぜひこれだけやってほしいな。だからそのためにはちょっと新宿をちょっと前にしなければいけませんね。そうですね。だけどあの今回もカードもう高カード目白押しですので、はい、はい、ぜひあのご期待いただくとともに。もう全部決まってますかこれ？あ、もう決まってます。あのカード発表されてます。あの詳しくあのジミーさんのフェイスブックを。これもうそろそろオフィシャルサイトとか作った、あの一応あのチケットを申し込むフォームのサイトはあるんですよね、はあはあ、であのプレイガイドでの発売はもうちょっと直前まで引っ張ろうと思ってるんですよ、あのなので今ジミーさんのオフィシャルあの個人的なあの講座を教わってそこに振り込んでいただいて大丈夫なんですかそれ、個人的な講座に振り込んで、はい、あのいやそれ心配なんですけどね、はい、あの一応あのチケットの管理は私がやっておりますので、そのままなんか東南アジアの方に逃亡とかそういうのはないですか？いやいや、それされた時はあの、私が責任持って戦います。責任 も、はい、持たなくていいですよ、責任 もうしょうがないですよ。もうそれはあの責任準備金って普通ね、イベントやるときは用意するもんなんですよないんですよ。ないと、もう満員になるから大丈夫なんだって、それだけなんですよ。すごいですね。でいや、もし満員になんなかったらどうするんですかって聞くじゃないですか、はい、出る前に負けること考えればいいかよ。来た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 、もう都合のいい、はい、都合のいい。だからまあこれで何かあった時に責任が問われるのは僕の方になる。なるほどね、まあ、本当にね大変ですわ。9月の19日木曜日ですね。木曜日、あった、はい、今のあこれもう全部もう決定してるんですか、ね、もう決定してますね、はい、じゃあ一応読み上げましょうね。はい、はい、お願いします。はい、第1試合藤原ライオン対マイケル釜足オズボーン釜足り鎌足り、あ、藤原の鎌足りと、はい、あのなんかちょっとかけてるみたいですね。あ、わかりづれ、まあ、藤原対鎌足りと、この鎌足りが何なのかっていうところなんですけども、はい、これもあの一応煽りのために言っておきますと、はい、あのジミーさんが働いてるコミュニティでですね、はい、なんかあのお釜のことを鎌足りっていうらしいですね。知らなかった。なんかそういうの、いや、まあ、あのジミーさんのコミュニティの中だけの流行り言葉なんですよ。で、あのマイケル・オズボーンってちょっと今一ちょっと伸び悩んでる選手がいるんです、外国人選手、はい、頑張ってるんですけど、はい、あのその選手をちょっとあの鎌足り風にして登場してもらうことによって再ブレイクを、うん、あの図ろうという魂胆なんですけども、はい、対戦相手の藤原ライオン選手と、マイケル・オズボーン選手が鎌足りだけは勘弁してくれと、はい、今そんなやり取りがあります。だから当日、はい、マイケル・オズボーン選手が果たして鎌足りになるのかどうか、はい、拒否はしてるわけですね。今拒否はしてます。あの絶対に嫌だと言ってるんですけど、そんな嫌だと言ってる人をジミーさんがプロモーターとしての黄金の右腕で、どういう風に料理するのか、これかあの皆さんあの、まあ、期待いただきたい。ビンスのに強権発令するかもしれないですからね。するかもしれないですね、はい、はい、アドリア・アドニスがね、そうですそうです、あのバイカーからね、はい、急にこう金髪にしてね、ああやって変わったように、はい、まあ、あるかもしれないですよね。はい、なるほど、はい、そして第2試合、はい、UW 世界ライト級選手権試合、はい、61分一本勝負、はい、これはあのファイトオブザリングの提供で、はい、チャンピオン永瀬館長対チャレンジャージェイソンザゴールド、はい、そうです、はい、強豪です。強豪なんですか、はい、ジェイソンザゴールドさんは。ジェイソンザゴールドなら永瀬館長のジャーマンをも封じることができるんじゃないかと、はい、うん、僕はそういうふうに思っております。永瀬館長はもう必ず何かしら一本ベルトを持ってますね。もう常に持ってますよね。ベルト持ってない時がないという意味では、うん、関本大輔か永瀬館長かのどっちかですね、これね。素晴らしい。必ず常日頃何かしらのタイトルを持ってると、はい、もう本当ファイトオブザリング最強の選手ですから。最強の選手、永瀬館長、長きにわたって最強ですよね、永瀬館長は、ね、もうずっと最強です、はい、ああなるほど、はい、そして第3試合が
スペシャル6人タッグマッチ、タイガー戸口、橋本智彦、ウォーリー山口ジュニア、はい、そうです、デビュー戦です、はい、対加藤茂雄、千葉智則、レザーフェイス、はい、はい、強力なチームですね、ウォーリー山口ジュニアというふうに発表されてるんで、はい、デビュー戦はじゃあこの人間で山口橋之助になる可能性もあるんですけど、まあ、コスチュームを含めて今自分はあの山口橋之助君と一緒にトレーニングしてるんですけども、はい、彼はあのこれは当日まで身内にも話しませんって言ってます、おお、乞うご期待くださいってことですね、で、あれですね、レザーフェイスは幼き日の橋之助少年がウォーリー山口に、はい、うん、あの FMW の会場連れて行かれた時に、はい、追い回されて、あ、未だトラウマを抱えている相手だと。なるほど、まあ、そういった意味で時空を超えた因縁対決でもあるわけです。レザーフェイスはそのこと全然知ってない、知らない。レザーフェイスは覚えてないと。覚えてないと、はい、しかも、キムドクさんがタイガー戸口のリングネームでこの日は登場するんですね。そうですね、はい、まあ、橋之助選手のコーチですよね。なるほどなるほど、はい、コーチ師匠自らあの弟子のデビュー戦に胸を貸すと、あ、胸を貸すじゃない、協力をしてくれると、はい、いうことですね。いやいや、ウォーリーさんの息子さんがプロレスラーとしてデビューする、はい、これ大注目ですね。まさか、かっっ今日の中継の最後の宮本選手の一言から始まった、あれも無茶ぶりでしたね、はい、まあ、だけどあのウォーリー山口選手本当に毎日トレーニングしてものすごい体になってるんですよ今、お、はい、もうだからあの僕は戸口選手のトレーニングも付き合って、もうデビューまでもうとことん付き合うつもりでいます。なるほどなるほど、はい、はい、これが第3試合です、ね、ご期待ください、ね、そして第4試合が先ほどから男対女、男対女と上事のように言っていた、はい、あのジミー鈴木的メインイベントです、はいはい、インタージェンダー7対7片側ハードコアキャプテンフォールイリミネーションマッチ、タイガー木原、佐藤光、佐野直志、サバイバル飛びたザ・よっちゃん、石坂ブライアン、福士赤天狗直也対リンダ誠、日向小春、ミラシュミット、ユイガ、イナ、アンド、アンチャム、アンチャム、アンチャム、はい、新種プロレスの超美少女レスラーですよ。らしいっすね、なんか名前聞いて。僕はあのジミーさんにプッシュしたんです。そうなんですか。リンダ選手の時もそうだったんですよ。僕がプッシュしたら、はい、ジミーさんが試合見ないで、はい、あの写真見て、オッケー。でこの団体はまずビジュアルですね。じゃあね、アンチャム選手も、はい、あのスタンリークラブで一日店長やった時に、ジミー鈴木さん連れてったんですよ、はい、アンチャム絶対気に入るからって言ったら、はい、あのもう会った瞬間に、OK、すごい分かりやすいですね、はい、電撃参戦決定いたしました。これってその、はい、アンチャムさんに関してもリンダさんに関しても要はジミーさんのお気に入りなわけじゃないですか。そうですね、このミラシュミットさんも、はい、そんな自分のお気に入りをなんでこういうこうなんかこう魑魅魍魎な男性とこう絡ませようとしてるんですか。どうなんですかね、まあ、だけど、まあでも結賀選手もお気に入りなんですかね、ジミーそこちょっと分からんすけど、まあ、まあでもそういう意味では自分 の, あの懐を痛めてやる興行で自分の好きなことやってなんで悪いんだっていうことにつながるわけですよ。これジミー鈴木イズムですよ、うん、いや普通だったらこう、はい、ねあんまりこう男子と絡ませるようなことしたくないと思うのが普通の神経じゃないですか、はい、まあ、美女同士で戦わせますよ ね, ねでも普通はそうでしょ、はい、なぜジミーさんだとこうなっちゃうんですかね。多分、はい、僕思ってるんですけど、はい、また美女軍団に加勢してなんかいいとこ見せたいんじゃないですかね。それ多分そこあの魑魅魍魎に美女軍団が襲われてるところを、はい、さっそうと白馬に乗ったジミー鈴木がやってきて、白馬に乗ってんすか、あの蹴散らすんじゃないですかね。それをやりたいんじゃないですか。白馬の王子様になりたいんですか、うん、ジミーさんは。多分あのジミーさん遊んでかっこいいってなって、ええ、まあその7人のうちの誰かと、まあ、あの仲良くなりたいんじゃないかなと白馬潰れそうって感じていうかこれは白馬に乗ろうとしても、はい、この女子の皆様が白馬に乗った図を想像しなければね、はい、まあそうですよね。まあまあまあだけどジミー鈴木さんだったらあの何を考えてるかね、うん、だいたい皆様思ってる通りだと思います。そうなんですか、はい、うん、まあこれが、まあ、ジミーさんおすすめのカードっていうさっき言ってましたからね、うん、でもあのミラシュミット選手とか本当に見てみたいです。本当にあの写真はすごい綺麗な、まあ、実際どういうプロレスやるか分からないですからね。分からないですけど、まあ、今までの経緯今日の放送を見ていただいた方分かると思うんですけど、もしかしたらまだ見ぬ強豪のとんでもない原石の可能性があります。まあまあまあ可能性はゼロでビジュアルは間違いなくいいわけです。で、アマレさん8年やってるわけですよね、まあ、その下地ありますからね。下地もあって、はい、で実際来てもうとんでもない選手だったら最高ですよね。なるほどね、はい、でまあ後楽園が実現したらやわらちゃんを呼ぶということですね。呼ぶということで、はいはい、もう期待しましょう。はい、期待しましょう。やわらちゃんとユイガを後楽園ホールでやるという、いやいや、あの3ウェイマッチなんでそこにジミー鈴木が入ります、はい、体型は柔道体型はい、セミファイナル明治戦3ウェイマッチ
ジェームス・メイソン対田中実対新井健一郎ということでございまして、はい、もうこれ今回のメインイベントのジェームス・メイソンがまたやってきますよ、はい、で、はい、今回のシングルマッチプラスして荒健さんが入るという、そうです、3ウェイになるわけですね。これどうやっぱりこうジミーさん的にはやっぱ荒健さんを入れたかったんでしょうね、これね。そうですね、やっぱり前回のメインイベント、今日放送されたメインイベントなんですが、もう大好評でですね、はい、もう本当大絶賛の嵐だったんですね。嵐だったんですね、はい、なので、まあ、そこをさらに上に行くためには足し算しかないっていうジミーさんの理屈これ足し算なんだこれ。田中実対ジェームス・メイソンを超えるには超えるや足し算しかない。足し算しかない。これ足し算のプロレス。それじゃあこの次の大会で4人になってるかもしれない。いや掛け算になってるかもしれない。掛け算になってるかもしれない。あのシックスウェイになってるかもしれない。面白い。だからそこに新井健一郎選手が入ることでさらに極上のスリーウェイマッチを提供しようと。足し算にものすごく価値を置く世代の人なんですね。ジミーさんは常に足し算。量は量が多いと嬉しいみたいな。そうですね。さっきの放送の男対女も5対5だったと思うんです。7対7に変わってる。まあその分ギャラもかかるわけですから。まあまあそうですね。お客さんのチケット代は同じですからね。はいはいはい。わかりました。そこは損はしてないです皆さん。じゃあ皆さん、はい、足し算プロレスの真髄を。真髄を見てください。武藤敬司はプロレスつないキャリアを重ねることに引き算になっていくって言ってたんですけども、はいはい、ジミーさんは逆を言ってますね。足し算です。逆を言っております。選手を増やすことで満足を得ると。はい、これが第6、すいません、第5試合をちょっと忘れてました。第5試合は隠し玉カード、はい、何が飛び出すかお楽しみって書いてあります。これはもう正直僕も分かりません。分からない。もうジミー鈴木さんだけが考えてるものなので。じゃあ本当にジミーさんの隠し玉なんですね。はい、もしかしたらまた SNS で、それを暴露しちゃうかもしれないですけど。本人が出るんじゃないですかね、これ。あ、かもしれないですね。ちょっと期待、もう本当に何も聞いてないんで分かりません。はい、ジミー鈴木さんが放つ渾身の隠し玉カード。渾身の隠し玉なんだ。ぜひご期待ください。はい、分かりました。はい、はい、そして例によってトリプルメインイベント、トリプルメインイベントすごいんです、これものすごいです。トリプルメインイベント第1試合、うん、NKPWA ヘビー級選手権試合、はい、ユン・ガンチョル対先ほど立ち会いに出てまいりました、はい、西村修、はい、まあ再戦でございますね。ちなみにレフリーは和田恭平レフリーです。おお、はい、もうこれ実質上のメインイベントのつもりでした、僕らも。はいはいはい、はい、あとの素晴らしいカードが決まるまではまではね、でこれが最終試合だと思ってたと、はい、チケットにもユン・ガンチョル対、うん、西村修NKPWA 選手権ってもうすっちゃってるんです。あ、はい、まあ、これは本当ね、外れのない名勝負。10月 の中堅時ももちろんベストバウトになりましたし、はい、その年のニコプロの年間のねベストバウトアンケートでも2位だかなんだかなったんですよ、ね、それすごいですね。そうそう、2位だか3位だかになったんだよ、これ。本当ですか。その2018年のニコプロで中継された試合の中でも、はい、全体の中でのベストバウト選ぶアンケートで、なんかそれぐらいに入ったという、はい、1位じゃなかったんですね。確か1位ではなかったと思うけどな、確かな。残念だな、はい、いやけどそれに匹敵するものが評価されたというわけでございます、ね、素晴らしいですね、まあ、その再戦が見られると、まあ、これはもう間違いなく皆さん満足していただける戦いになるんではないかなというふうに考えています。間違いなくなるんでないかな、はい、不思議な日本語だな、まあ、試合ですからね。本当蓋開けてみないと分かりません。間違いなくなるんではないかな、はい、そして、トリプルメイベント第2試合、異種格闘技トリプルスレッドマッチ、はい、異種格闘技なのにトリプルスレッドマッチ。そうです、普通の興行で3ウェイマッチが2回行われることってまずないんですよただ、さっきの名人戦の足し算の、ね、ね、ジェームズ・メイソン選手の3ウェイとはまたちょっと違ったカードなんですね、これは。ダンスバーン対スアマ対内田昇と、これセミファイナルは3ウェイで、こっちはトリプルスレッドなんですね。そうですね、意味分かって使ってますから、これね、言い方の問題をちょっと変えたんじゃないですかね。多分これジミーさん分かんないで使っ、はい、まあまあそうですね、はい、厳密に言うとトリプルスレッドはいわゆる誰かが誰かに勝てば終わり。ああ、そうですね。スリーウェイは全員が消えるまで続くっていうのが実本当なんですけどね。でも多分、誰かが誰かに勝った段階で終わりっていうのが両方とも、両方、はい、結局両方これで、はい、そうです、大変なんで、はい、わかりました。はい、ここに諏訪間さんが出てくると。そうですね、王道から、はい、ね、鎖国を宣言した王道が自ら乗り込んでくるわけですよこれ鎖国って書かれて、はい、そんなことないよって言ったのはこれが理由かもしれない。まあそうかもしれないです、はい、だとしたらすごいですよ だとしたら秋山元社長がそう、これをね、ちょっと頭に入ってるってことですよ。うちの諏訪間が TCW さんに出場しますので鎖国ではございませんと。確かにそうですよね、はい、だから鎖国って言ってたらもうこれはセンセーショナルですよ。いや、もしかしたら会場に来てくれないかもしれないです社長が
変わったのに社長が変わったのと思って、うん、いやダンスバーンと諏訪間さんがね、これも見ものですよね。見物ですね。もう、まあ、僕らも見たくないですか。見たいです、見たいです、はい、見たいです。で内田昇選手、はいはい、これはあのコミッショナーの方の内田さんじゃないですよね。あ、違います、違います、ね、全くあの名字が同じだけで、はい、名字が同じだけで、はい、K-1 の方だと、うん、K-1 の選手、アレクセイ・イグナチョフ選手、中村慎介選手が、はい、を破ったことのある、はいはいはい、にも勝ってる選手ですからね。おものすごい実力者で、今東進さんのリング、宮本和選手の主催する東進のリングで戦ってるんですが、一回も負けてないです。一回も負けてない、一回も負けてないです。全勝ですか。全勝です。はものすごい強いし、僕もレフリングをさせていただいたことがあるんですけども、とにかく圧力がすごいですね。うーん、本当対戦相手をちょっと心配してしまう、もう戦う前から。おそんな強力な選手です。そんなバリバリの選手と60歳のダンスバンが、はい、そうです、絡むと。でそこに諏訪間さんがいると、はい、これ全く予想つかないですねこれ。はい、これぜひご注目ください。わかりました。はい、そして、はい、そんなトリプル命名と1と2を跳ねのけて、はい、最終試合として組まれたのが宮本和志黒潮イケメン二郎対ヒートシーカーズ。はい、ヒートシーカーズです。ここで来てヒートシーカーズがやってくると。はい、ヒートシーカーズってこれ世が世なら、本当にあの何ですかね、ロックンロールエクスプレス、うん、違う、もうちょっと後だな、うん、あのブリティッシュブルドッグスだとか、はい、あのマレンコブラザーズだとか、はい、あの辺の世代あったじゃないですか、はい、ミッドナイトロッカーズ、ミッドナイトエクスプレス、はい、あの辺に匹敵する実力の持ち主なんです。僕は彼らの試合をさばいたこともありますし、何度も見たこともありますが、はい、NWA のタッグ王座を4回、うんうん、取ってる選手で、実際宮本和志選手と、ロブ・テリー選手が一回 NWA のタッグ王座を取って、はい、こんな強力なチームがあの王座転落するはずはないと思っていた時に、うん、負けたっていう連絡が宮本和志選手から入ってきて、はい、相手誰ですかって聞いた時に、はい、ヒートシーカーズって聞いたんですよね、はい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 、なんかそんな選手に負けたんですかっていう話をしてたのを覚えてます、うん、だけど実際試合を見てみたところ、あ、これはちょっと宮本和志選手、ロブ・テリー選手をもってしてもあのなかなかあの難解な相手なんじゃないかなと。あ、はい、まあ、もちろんこれタックの専門家で、そうですね、あのやっぱりあの時差の問題とかで今まで実力を発揮することができなかったんですね、日本では、うんうんうん、だけど今回は早めに日本入りします。あの万全の体制で何日前に何するんでしょうか。3日前ぐらいですか、ね、ということはその2日間はさまざまなイベントが予定されて、うん、まあ、イベントを予定されてますね、まあ、多分あのサイン会だとか、サイン会、食事会だとか赤羽の方で赤羽の安楽亭でまたあのヒートシーカーズに会えるかもしれません。ヒートシーカーズに安楽亭で会おうと。会おうと。はあ、はい、本当に素晴らしいタッグチームですんで、はいはいはい、ぜひその真髄をこの強力チーム、イケメン二郎選手ですね、フリーになってプロレス総選挙でもうないですかね、もう新日本の選手を差し置いたらあの多分一番上じゃないですかね、はい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 、おそらく5位か6位だったと記憶しています。はいはい、そしてコメカミドリルナックルの宮本さんと、はい、そうです、はいはいはい、はい、前回の宮本和志選手にあのマット・シグモンの方がヒートシーカーズのコメカミドリルナックルで敗れてるんですね、破れてると。なので同じ鉄は二度と踏まないと思います。なるほどね、はい、その辺ご期待して、これを最終試合に持ってきたというわけですね、はい、そうです、はい、例によってまたこれてんこ盛りでございますね。てんこ盛りですね。これあの今回の新規は割とこう絞った方だと思うんですけども、また元に戻りますね、はい、また元に戻りましたね、まあ、新宿フェイスということで、はい、キャパが新規場の倍ですよね。まあそうですけども、うん、なんとかしなければいけない物量作戦でいくと、まあ、やっぱそこは足し算の地味に進む足し算のプロレスその足し算やった結果のなんか控え室が足りなくなって、はい、えらいことだったんじゃない、まあ、えらいことになるんですね。大丈夫なんですかそれ。まあ僕はでもだんだんあの数を重ねるごとにトラブルが少なくなってきてるので、あ、一応減ってはいるんですね、はい、あの最初の頃は本当に大変だったんです。ゼロではないんだけど、はい、まあまあでもあのそういった意味ではあのただ逆にトラブルが少なくなってくると同時に、はい、面白さがなくなったっていう風な批判を受けるんですよ。批判なのか、前回のあの新木場大会は実は時間内に終わってトラブルもなかったんですけども、はい、お客さんから TCW らしさがなくなったよね言われた。勝手なあれだな、はい、それな、まあ、前身の、ね、DSW からやっぱりずんどこどたまた、はいはい、ずんどこね、我々スタッフも何が起こるかわからないというのがあの進行調でしたから何が飛び出すかわからなくて、はい、まあ、何が起こるかわからない、はい、まあ、そういった意味ではもう自ら僕もリスクを負って会場を借りました、はい、あ、なるほど、じゃあ多少の何かが起こってもいいってことですね。じゃあね、もうそのらしさを出すためには、らしさを出すためには仕方がないのかなと。仕方がないと、はい、
わかりました。じゃあもう今度こそなんか TCW の真髄がもう見られるということでございますので、はい、そうです。これをあのライブでね体感した上でもうみんなでコラケホール行きましょうと。そうです。あとジミーさんあのコメントだけは読んでるみたいなんでなんかジミーさんすごいとかなんか神だとかなんか書いといてもらっていいですか、ね、そう、もうベラベラなこうベタななんか褒め言葉を皆さん最後にジミーさんに書いてください。はい、本当ね、ジミー鈴木さんってすごい方なんですよ。はい、あの1割が1割が、ね、1割が突出してるんですよ。はい、あとの9割のことは何も言いません。僕は、うん、それに対しては触れませんので、はい、触れません。ジミーさんに抱かれたい抱かれたい。お、来た。いや、いいね、いいね、いいね、こういうの、こういうのいっぱい、あの結構ね、あの人ね、あの、はい、つけてる時計とか褒められるとすごい喜びます。はい、あとあのコメントの後にカッコであの署名でリンダとか書いていただけると。あ、そうですね。あ、ジミーさん、あとね、モテるっていう言葉すごい憧れてるの本当に、うん、ジミーさんモテそうだとか、はい、なんかそういうのがいいですよね。そうですね。あと歌褒められると喜びます。 あとそのコメントの後にどこの、ね、出身とか今自分がお住まい、そうですね、東京の女とかね、大阪の女とか書いていただくと、16歳女子とかね、そうそうそう、そういうことを、東京生まれの女とか書いていただければ分かりやすいんじゃないかなと。なんかあの女子文字を使ってくれると嬉しいですね。あ、絵文字とかもいい。こんばんはの和だけちっちゃいとか、はい、そういうやつでやるともうジミーさんあのたまりませんので、はい、並んでます、並んでます。おお、これを音声とこの動画を見ないでコメントだけ見て今うひゃうひゃ言ってるミシガン州でシーク様のお膝元でこれを見てうしゃうしゃ言って金も払わず、はい、コメントだけ見てるただみの親父が喜んでるわけですよ。最後もう一回出てもらいましょうか。あ、そうですね、ちょっとせっかくなんでね、もうあれですよね、時間も時間ですからね。そう、 TCW のいいところ言ってたらこんなに、うん、もう一回行きましょうか。賞賛コメントが来てますよってこと。ジミーさん素敵、秋田の女、秋田で生まれた女にしてほしい。はい、ジミーさん次も歌ってください。世界一の美少年ジミー。お、溺れた呼び出しかかりました。溺れたような呼び出し音です、ね、あ、なんか緊急 SOS お、なんですかちょっと何何緊急 SOS が緊急 SOS って何、え、何緊急 SOS 事故ですかね。ちょ待ってください。ちょごめんなさい、なんかのえ、ミシガンで何かがあったんですか。いや、なんか起こったんですかね。はい、承認する、はい、はい、あ、向こうからかかってきました、満を持して。 あれ、画面これ結構めんどくさいですね、なんかね、うん、画面がちっちゃくなってますね。いや、これはこっちの画面で、はい、向こうの画面に接続してる。すいませんね、これ。まあまあでもいいか。あ、もう切っちゃいましょう。切っちゃいましょうかね。切っちゃいましょうか。ジミーからの SOS だったんじゃないか、さっき。ちょ待ってください。じゃあ、はい、音声だけでも出てもらいましょうかね。そうですね。はい、まあ、あの映像大したことなかったですもんね。うん、別にあの顔見ても誰も喜ばないんで。顔見ても喜ばないんで。はい。はい、副長吹きちゃうじゃねえかと。あれ、ちょっと待ってくださいね。すいません、これ生放送なんで。どうしてもですね、大丈夫です、大丈夫です、いや、ですね、慌てなくても大丈夫です、はいはいはい、さっきのブワーっていうのはあれ、なんか なんですか、携帯の方から緊急 SOS って出てきちゃったんです。ウイルスでも拡散されましたかね。なんか怖いですね、ミシガン。ジミーさんとこれかけるとウイルスが拡散する。ジミーさん、あ、ジミーさん、見てました、コメントの方。見てない。え、見てくださいよ。見てください、今最後あの締めのところで、じゃあ最後にあのジミーさんにメッセージをって言ったら、視聴者の皆様がジミーさんに対するお言葉をコメントで流してくれてるんですよ。はいはい。それ見てなかった、うん、見てなかったですか。うん、あ、運転中だって。あ、運転中。じゃあちょっと読み上げますね。はい、ジミーさんかわいい、なんだ、あとジミーさん素敵、秋田の女、ジミーさん次も歌ってください、ほんとモテモテ、カッコリンダ、カッコリンダ、カッコリンダで、世界一の美少年ジミー、ジミー寝ろ、寝てじゃないんですね、寝ろなんです、寝てじゃないですね。やっぱジミーすげえわ、すげえわ、ジミー素敵、ジミーさんに抱かれたい、すげえ団体だ。お、なんかすごい褒められてます、ね、偉い、絶賛されてます。誰がやってんだそれ。え、何、誰がやってんだって。いや、だからコメントですよ、視聴者のコメントです。見てる人が書いてくれてるんですよ。そう、今日の感想を聞いたらこういうコメントが並んでます。だから最後にジミーさんに締めの一言言ってほしいんです。そう、その言葉に対しての最後メッセージお願いします。運転しながら、はい、事故ないでください。これ事故ったら伝説です、はい、そうそう、事故ったら伝説になるんで事故らないで最後お願いします。お願いします。何をか分からん。なんか決め台詞言ってくださいよ。なんか決め台詞。ちょっと待って、あれ画像入れるから。画像入れなくて、画像入れたら事故るから画像入れなくていいから。コメントだけ。はい、コメントお願いします。ちゃんとビール入ったよ。うん、じゃあ最後にコメントお願いします。あ、入った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 。運転してた
本当に運転してる、本当に運転しております。はい、じゃあ、 事故らない程度に最後メッセージお願いします。駐車場止まってんだけど。あ、駐車場止まってる。はい、後楽園行かせてください、俺らのこと。あ、よろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ最後、決めのセリフとして、ジミーさん、決めのセリフとして、プロレスでハッピー TCW って言ってください。プロレスでハッピー TCW って言ってください、最後締めに。 OKOKOK。 はい、どうぞ。はい、プロレスでハッピー TCW。 ありがとうございました。何なんすか。いや、まだ入ってます、まだ入ってます、まだ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 、切れ切れって言われちゃった。はいわざわざ駐車場止めてでもなんか今の顔すごい、ね、満面な笑み、満面な笑み。皆さんのね、嘘のコメントがね、ジミさんに火をつけましたよ。いや、嘘とは限らない。半分は本当かもしれない。半分本当かもしれないですね。はい。